お久しぶりです。和也です。このチャンネルではですね、昨年末ぐらいから車に関する動画を何本かアップ、何本じゃないですね、結構な量アップしてきたんですよ。まあ僕が宇都宮に引っ越す都合で車が必要だということで、とりあえず NBOX 買ったんだけども、自分用の、まあ、専用の車というか欲しいなと思いまして、 まあなんかこう探す感じの動画だったんですが、最終的に決めたのが、契約したのが、ホンダのベゼルだったんですね。まあ一番最初にまあ印象が良かったのがベゼルなんですけども、まあ一回ちょっとその候補から取り下げになって、で一周回って結局またベゼルに帰ってきて、やっぱこれがいいなと思って契約したわけですよ。契約したのはいいんですけど、買った時点で納期が相当先だったんですよね。まあ2月に契約をしまして、その時点で言われていた納期っていうのが、11月、 だったんですね。もう半年待ちとかそういうレベルじゃないんですよ、もう。2月初旬の時点で、まあ半導体不足っていうのが深刻なものありましたよね。これ今も継続していますけれども、まあ今ホンダのホームページなんかを見ると、やっぱそのベゼルのハイブリッド型っていうのが一番納期長くて、まあ半年以上待たされるというのが定番なんですよ。 他のホンダ車見てもね、半年以上ってないんですよね。で、ベゼルって昨年リニューアルしたばかりの、まあ新しめのモデルなんですけども、やっぱその部品供給が綱渡りっぽくて、そのプレイっていうモデル。 があるんですけども、そのモデルに至っては注文すらできないっていう、もどんだけ部品ないんだという話ですよ。まあでもね、しょうがないですから、気長に待つかと思って待っていたんですが、まあその2月の下旬になると、ウクライナへの侵攻があったでしょロシアやってくれたなという感じなんですけれども、だから半導体不足っていうのがありつつ、さらにその、えー、まあロシアによるウクライナ侵攻で情勢が不安定になってしまったわけですよ。ですからこれはさらなる納期の延長あるなと、 いうことで覚悟していたんですよね。そしたら今日、ホンダのディーラーの、まあ、その営業の方から電話かかっていまして、もうかかってきた時点で、あ、これ、そうだなと思ったわけですよ。で、出たら、まあ、案の定でしたよね。納期がさらに伸びるということで、まあ、あのね、当初11月でしたけれども、まあ、年末になるか、もしかしたら年またぐかっていう感じで言ってたので、これまだ伸びるんじゃないかなっていう、 それぐらい覚悟が必要ですね。まあだから年明けってなるともうほぼ一年ですからね。それぐらいの待ちまあさらに待つっていうことも考えなければいけないかもしれない。それでもね、まあ、なんいうか半導体不足っていうのは分かっていたことですし、まあベゼルの納期長いっていうのも最初から分かってたし、まあ怒ってもしょうがないわけですよ。だってこれだってさ、ランクルとかに比べたら全然マシですからね。あとちょうど本で読んだんですけど、あの、かつて東ドイツにトラバントっていう大衆者があったと。 これなんてポンコツっていうか、全然大した車じゃないのに、やっぱその、共産圏、その、ま、東側っていうのは、全然こう物資がないので、こんなね、ボロ車でも、そのなんか納期が10年とか12年、15年かかったって言うんですよ。いや、やっぱ共産主義国ってのは狂ってますよね。だからそういう、 まあまあね、日本は自由主義国。まあしかも現代だからさ、関係ないっちゃ関係ないんですけども、そういうのを考えると、その10年待たされるとか、いうのを考えると、もう1年ぐらいね、全然大したことないですよ。早く欲しいのは欲しいんだけれども、やはりその仕方ないという許容の心を持ってですね、まあ前向きにね、ポジティブに、えー、待ちたいなというふうに思いますね。ただ内心、こう、納期を考えると、松田の CX30 にしといたらよかったかなっていうのも、ち,ちょっと思いますけどね。そう、あの CX30 だったら、 多分ね、ゴールデンウィークぐらいには来てたはずなんですよ。その営業さんの発言から察するに。いやー、長いな。まあ、でも待つしかないですからね。まあ、その間 NBOX をね、堪能したいなと思います。まあ、堪能すればするほど、もうん、なんかベゼルいらねえんじゃねって思うかもしれないですけども、ま、あ待ちますよ。契約しちゃったし。ということで、今日は以上です。最後に可愛いポコちゃんをご覧ください。ほら、ポコちゃん、ひどいポーズで。ほら、大好きなボールだよ。 ハもう一回。ポ <laughs> <laughs>、ね、コちゃんはウいット。あっあ <laughs> <laughs>